三条市に市民の新たな交流拠点として今月オープンしたミー。1階部分は地域交流の場としてチャレンジショップ機能やコワーキングスペースを備えています。 2、3階には移住体験者のゲストハウスと地域おこし協力隊の住宅です。実はこの建物、およそ10年もの間利用されなかった空き家だったんです。空き家だったこの建物を生まれ変わらせたのが、その名も匿名空き家仕事人の熊谷浩太さん、36歳。全国的に問題となっている空き家、ここ三条市も例外ではありません。三条市には現在放置された空き家はおよそ2000戸確認されています。三条市の滝沢市長もこの問題を重く受け止めています。三条市でも少子高齢化が進んでおりまして、このまま何もしないと2000というのはどん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 増えていく。専門のフットワーク軽くやってもらう必要があるというふうに思いまして、匿名空き家仕事人という形で出向して派遣してもらっております。おはようございます。匿名空き家仕事人は総務省の制度を利用し空き家の活用事業を手掛ける東京の民間企業ジェクトワンが社員を派遣しています。外部から空き家対策のプロを登用することで三条市内の空き家の活用促進を目指します。熊谷さんは去年4月に東京から三条市へやってきました。これからやっぱり地域地方がいかに盛り上がるかとかがやっぱり、日本としてもそうですし、空き家問題とかいろんな面で可能性を感じてたので。つまめ三条空き家ライフの熊谷です。佐藤です。ついにこの熊谷さんは YouTube や SNS を利用して空き家に関する情報を発信しています。また一級建築士と宅建の資格があるため、空き家を活用したいと手を挙げた人により具体的で専門的なアドバイスができます。さらに、どんな空き家があるのかより広く知ってもらうため、空き家の清掃イベントなどを企画するなど、これまでにない取り組みをしています。やっぱり4年ぐらい使われてなかったということなんで、だいぶ埃が溜まってて大変です。熊谷さんが匿名空き家仕事人に着任して間もなく1年、空き家相談件数に変化が出てきました。今年度の空き家に関する市への相談件数はおよそ140件と前年比で 400% を超え、空き家の所有者と空き家物件を探している人をつなぐ空き家バンクも74件と前年度比 460% の新規登録数となりました。匿名空き家仕事人熊谷さんの取り組みで三条市の空き家事情に新しい風が吹き始めています。空き家リーフレットはもう一回上がってきたんで、この月間で進めて水曜日に課長のチェックをもらって終了するようにやり取りをします。毎週行われる会議では空き家の所有者がどんな悩みを持っているのかなど細かく打ち合わせをしていきます。見てくれた、売りたい、売りたいけどでも、そうこの辺の相場的にどういうやり方が一番適切なのかも合わせて知りたいみたいな感じ、その情報いつお会いするの？お会いはまだしない。調査の段階で宅建協会さんに一緒にもう同行してもらった方がいいと思う。そしたら難しいから、空き家バンクに登録する気があるんであれば、同行してもらうっていう。空き家の所有者にまずは空き家バンクに登録してもらうことが活用に向けての第一歩となります。空き家バンク出すってことはホームページに出てくるので、全国の人が見ることができると。今のままだと空き家の所有者さんが自分の手元に抱えて
今空き家自分で持ってるって状況でしかないので、それをやっぱり、まあ、いわゆる流通に乗せるということですね。バンクに乗せたり、我々のところでも例えばお問い合わせがあった他の方がに対してご紹介したりだとか、そういうこともできますし、はい、熊谷さんがモットーとしていることは、空き家の情報があれば可能な限り現地に出向くということです。そうですね、ミーティングしたら、あとは現場、空き家行ったりですね、空き家の企画関係とか利活用とか、いろんな人のお会いして走り回ってます。今電気ガス水道は通してますか？ガスだけ止めてます。あ、電気だ、電気は来てます、ね。ああ、なるほど。じゃあ、はい、すぐにでもある程度使えそうな、はい。この日熊谷さんは三条市内の空き家を所有者の男性と訪れていました。部屋はずっと。ここはもともと家族で暮らしていましたが、両親が亡くなってからおよそ10年間空き家となっていました。下に行かないとお風呂がないんで、そうですね。その辺をどうしようかなと思って、一度見積もったことあったんですけど、あ、見積もりましたか？あまりにも高くてびっくりしちゃって、そうですよ、ね、水回りが、いやいや、100万ぐらいです。あ、そう、買いますね、確かに。広い部屋に加え、家電も使用できる状態です。私的な希望としては、民泊される方はここでやっていただける。そうですよね、民泊とかがやっぱないので、うん、ぜひこの渇望が街中エリアでもぜひ探せたらなとは思ってて、ちょっと今後もちょっと今雪で割と人の足が途絶えちゃってるんで、この内見者も減っちゃってるので、まずはちょっと見ていただく人を増やせたらなと思いますね。今後は民泊利用やシェアハウスなど複合的な活用を目指します。大きいですね。不動産会社さんとも連携をもちろんしているので、我々からもここのエリアとか、あるいはお客さんの求めている方が不動産会社さんのお客さんにいるとしたら、そこにご相談したりとか。一方で空き家バンクに登録できない建物も。まだ雪深い三条市下田地域、ここにひときわ目立つ住宅が。家には草木が巻きつき、外壁が崩れています。相続放棄をされた空き家で、いわゆる特定空き家に認定している建物です。この建物は長い間誰も住まず放置された空き家。空き家の中でもこの住宅のように倒壊などの恐れがあり、周辺の人たちに影響を及ぼしかねない建物を特定空き家と言います。最悪の場合、こう外壁が崩れ落ちて中にこう動物が入っちゃったりだとか、あるいはこう不法侵入があってそこを住みかにしちゃうとか、すごいいろんなこう副次的な悪い面が発生しまうので。三条市でこのような特定空き家は84個あります。特定空き家になると利活用は難しく、解体するにしても危険が伴い、さらに費用がかかります。まずはここまで特定空き家になる前に対処をしていくために、我々も発信させていただいて、放置をしない、放置をする前に我々にご相談いただいて、次の流通に乗せるということを啓発してますし、もしこのような形になってしまった場合も、ご所有者さんいらっしゃれば、今はですね、解体の補助金を出させていただいて。この春で熊谷さんが匿名空き家仕事人として三条市で働き始め1年、熊谷さんの取り組みで少しずつ空き家の新たな利用方法が始まっています。しかし課題も見えてきました。で、はい、その不登校支援とか発達障害とか抱える、はい、誰でも来ていいよっていう居場所作りをしようと思ってるんですけれど、はいはい、熊谷さんが中心となって行われている空き家セミナー、所有者や空き家を探している人たちを対象として定期的に行われていますが、開催地域によっては参加者が思うように集まらない時もあります。初めてこう栄地区というところでやったんですけれども、10人前後ぐらいだったので、参加者としてやはり
ちょっと少なめだったかなという印象ですね。はい、少し山あいであるとか、あるいは畑とか田んぼがある地域の情報がやっぱりなかなか上がってこなかったりだとか、ご出席の方々も少なかったりするので、いかにそういう方々から情報を出してもらうために我々が働きかけをして、まあ、よりこう相談しやすい形を取れるかなというところが課題かなと思ってます。匿名空き家仕事人としての任期は残りおよそ2年、まだまだ多くの空き家を利用したプロジェクトが進行中ということで、これからの取り組みに注目です。